うろ覚えっていうのはだいたい1時間で100個ペースぐらい。簡単ですよ。1時間後にテストが待ってるつもりでやればいいわけ。バーってやって、あ、もう覚えたなって瞬間覚えたらもう次進む。じゃないと終わんないから、一つの単語に1分かけたら60個しかいかないでしょ。筋トレと一緒よ。もうとっとと次行く。最初から知ってる単語はもう即無視ですよね。簡単な単語はじーっと目を通すだけでいいんじゃない。ただし難しい単語はじっくりと何回も書きましょう。書く書かないはこだわらなくて結構です。書いた方がいいですけど、回数も無視してください。回数数えると絶対なんか数えることに意識ちゃうから、ディベロップ発達するって単語があった時にこれ覚えようと、ディベロップって書いてるうちに実は回数数えてんだよ。違うことやってるんだよ。長い単語だったら20回でも30回でも書こう。で、2、3回書いて、あ、覚えたなと思ったらもう書かなくていいよと。大人の意味のある勉強をしましょう。